イオン相模原ショッピングセンターは、神奈川県相模原市南区古部。1993年8月11日に、東日本旅客鉄道横浜線小淵駅近くの国道16号古淵駅入口交差点そばに、ジャスコ相模原ショッピングセンターとしてをオープンした。当時は、伊勢丹相模原店に次ぐ、市内2位の売り場面積を誇った。隣接する王子ショッピングセンターも、 同時開業し、これに伴い国道16号の上り線には、物販店やサービス店が立ち並ぶようになった。出店にあたっては、大田の方引用的生活達が1990年5月、2011年3月1日のジャスコのリブランド時に、イオン相模原ショッピングセンターに名称変更された。土地と建物はもともと、イオンリテールの直接所有物件であったが、 2013年11月25日にイオンディート投資法人が土地、建物の新宅受益権を取得しており、プロパティマネジメントをイオンディライトに委託した上で、イオンディテールがマスターリースを受ける形で運営を行っている。店舗はエンクローズドモール形式で、オープン時は SRC 作り、S 作りの地下1階、地上3階建てであったが、2000年に S 作り5階建ての 駐車場胸が増築された。店舗面積は27,230。古淵駅入口交差点を挟んで東隣には、伊東洋華道古淵店が立地し、大手 GMS が国道16号沿いに並んで競合する状態となっている。なお、同店とは古淵な筒き通り上にかけられた歩道橋で結ばれており、信号機を渡らずに施設間を行き来することができる。 三階建ての本館胸フロアは全体が L 字型の形状で3フロア共通で国道16号側がイオンリテール直営の GMS エリア古淵駅側が専門店エリアとなっているミライア書店、キャンドゥ、ザスペース、ナムコのほか、ファッション、服飾雑貨、生活雑貨、サービス、飲食と合わせて約80のテナントを有している2014年のリニューアル時に 19テナントを新規導入し、既存店の移転、改装を含めると42テナントがリニューアルの対象となった。ありがとうございます。